ステミットはブロックチェーンデータベーススティーム上でブログやソーシャルネットワークを展開するソーシャルニュースサービスである。このプロジェクトは2016年にビジェアーズの創設者でアルネット・スコットとダン・レロマーによって設立された。彼らはステミット・インクを設立し、ステミットの運営とプラットフォームの継続的な開発に資金提供している。2017年5月15日、 ダンレ・ロマーが同社を辞任したことが発表された。アイデアは2016年3月に発表されたホワイトペーパーで説明されている。基本的なコンセプトは他のブログサイトやレジットのようなソーシャルニュースサイトと似通っているがテキストがブロックチェーンに保存されるという特徴がある。ブロックチェーンを利用することによりコメントと投稿に安全なトークンを用いて報酬を与えることができる。 ステミットでは画像をアップロードし共有することができるが他のマルチメディアコンテンツは他のウェブホストから埋め込む必要がある。書式設定には v ーウィックエディタを用いることができる。また、マルクダウン形式を用いることも可能である。ユーザーは投稿とコメントに投票することができ、投票された著者はスティームと US ドルにペックされた。 スティームダラーズという仮想通貨で報酬を受け取ることができる。また、人気コンテンツをキュレーションすることで報酬を得ることができる。キュレーションには投票コメントと投稿が含まれる。投票の重みとキュレーション報酬は、スティームパワーによって左右される。ステミットには評価システムがあり、新規アカウントは、評価25で始まる。アカウントは、投票によって評価が変動するため、 マナー向上に役立つ。ステミットは、スティームという分散ネットワーク上で動作する。スティームは、ビットコインのように上渡可能なトークンを持つ、ブロックチェーンである。トークンの移動に加えて、スティームは、アプリケーションやウェブサイトからアクセス可能な、テキストコンテンツとメタデータベースでもある。それらのアプリケーションを用いて、スティームアカウントは、スティームデータベースへの処理や対話を行うことができる。 多くのブロックチェーンが暗号化されたハッシュをアドレスとして利用しているが、スティームではユーザーが選んだ英数字の名前を用いている。人が読めるアカウント名によってアイデンティティ感の処理が直接行えるため、ハッシュよりも理解しやすい。また、スティームはビットコインと異なり、分散された相違に基づいている。それは、 Steam のステークホルダーによって選出されたウィットネスと呼ばれるブロック作成アカウントを用いた分散プルーフオブステークという方法である。Steam ネットワークはブロックを見つけるためにプルーフオブワークに頼る代わりにこれらのアカウントをアクティブにスケジュールすることによってブロック間の時間を3秒に改善した。ブロック作成者にはわずかであるが各ブロックで作り出された報酬の一部が与えられる。 Steam には、ブロック作成者への支払いに、レート制限や、取引手数料はない。代わりに、アカウントはユーザーが、影響や制限を受けないよう、十分に素早く補うバンドウィルスを用いる。steemit.com は、Steam、ブロックチェーンコンテンツの最初のフロントエンドウェブサイトで、あるが、ネットワークは公開されており、サードパーティーによるウェブサイトやアプリケーションによって、 Steam データベースへの接続や操作をすることができる。インスタグラムの画像投稿のような代替イ,インターフェースや機能を提供するものがいくつかサードパーティーによって作成されている。bg.org は代替イ,インターフェースを備えた Steam 対応ウェブサイトである。Steam は Steam 対応の Android または iOS アプリである。チェーン部というフォーラムスタイルのアプリケーションも利用できる。 ステミット以外のアプリケーションとウェブサイトはステミットと同じスティームユーザー資格情報を使用する。これは公開鍵暗号によってユーザー名とパスワードがデータベースの一部となっているために可能となっている。アカウント所有者だけがパスワードや適切なキーを用いてコメントや投票、仮想通貨の移転などを行うことができる。各アカウントには異なるアクセス権を持つ秘密鍵の 一式がある。もっとも、セキュリティレベルの低いキーでは、コメントや投票はできるが、仮想通貨の移転は行えない。したがって、キーの改層により損失やアカウント制御のリスクを抑えながら、スティームに接続された他のアプリケーションを使用することができる。スティーム、ブロックチェーンは、スティームとスティームダラーズという2つのトークンを持つ。スティームは、 毎年ほぼ倍増する非常に高いインフレーション、供給モデルから始まった。しかし、コミュニティの要求によって2016年12月6日に、スティームのインフレ率は毎年9.5%に変更され、年間0.5%の削減となった。スティームはネットワークの基本的なトークンであり、取引所やマーケットで様々な仮想通貨と交換される。その市場価値は、 スティームから支払われた報酬のプールの価値を決定し、またスティームダラーズの価値を裏付けている。スティームパワースティームパワーは締結された、スマートコントラクトとアカウントのネットワーク上における非、影響量を表すスティームである。アカウントのスティームパワーが大きいほど、投稿やコメントに対する投票の影響力が大きくなる。スティームパワーは、ウィットネスのアプルーバルボーティングにおける、 アカウントの重みも決定する。新規アカウントは少量のスティームパワーを持つ。コンテンツの作成者は報酬をデフォルトの50%リキッドスティーム50%スティームパワーで受け取る代わりに100%をスティームパワーで受け取るオプションを選択できる。リキッドスティームをスティームパワーに変換するパワーアップというオプションもある。スティームパワーは直接上と または取引することはできないが、アカウントの、そう、スティームパワーの1、13を、週1回、リキッドスティームとして取り出すことができる。これを、パワーダウンという。アカウントは取り出した、スティームに比例して、投票の影響力を失う。スティームダラーズは、US ドルにペックされた子孫である。スティームダラーズは、仮想通貨取引所で取引され、 またグッズやサービスへの支払いに使用することができる。スティーム、ブロックチェーン上にステミットのウェブサイトに統合された内部マーケットがあり、スティームとスティームダラーズを相互に交換することができる。スティームダラーズは3.5日で同等のスティームに変換することができる。保有しているスティームダラーズには金利がつく。この利率はウィットニスが一括して設定する。 2017年3月現在の金利は年2%である。スティームダラーズが US ドルと10日未満で取引され、スティームダラーズの供給がリキッドスティームの供給に対して多すぎない場合は、この金利が引き上げられる。ステミットのウォレットページにはアカウントが持つトークンが表示される。ウェブベースのウォレットによって、スティームダラーズとスティームのネットワーク転送が可能である。 さらに、パワーアップ、パワーダウン、リキッドトークンと貯蓄のやり取り、スティームダラーズとスティームの交換のコントロールを行うことができる。貯蓄はセキュリティ手段として提供されており、引き出すのに3日かかるものである。投稿とコメントの報酬は著者に75%、キュレーターに25%が与えられる。50%がスティームパワーとして、残りの50%が リキッドトークンとして投稿やコメントが行われてから7日後に著者とコメント投稿者に与えられる投稿オプションで100%をスティームパワーとして受け取ることもできる投稿者は報酬を辞退することもできる2017年5月現在スティームアカウント数は17万以上である支払いがないパブリックベータ版の後に2016年7月4日の ハードフォークにおいて130万ドルのスティームとスティームダラーズがステミットユーザーに支払われた。スティームとビットコインの交換レートは2016年7月中に上昇し 4US ドルを超える価格でピークに達した。2016年7月中にスティームは COINMARKETCAP.com で監視されている仮想通貨で3番目に大きい時価総額を持ち、 7月20日にピークの4億500万 US ドルに達した。2016年5月25日現在、その時価総額は2億5800万 US ドルである。ステミットは2016年7月にアダン・ヘイズによって斬新かつ破壊的なブロックチェーンに基づくメディアコミュニティと説明され、仮想通貨及びビジネス関連メディアで報道されている。ステミットのメンバーである EN。 ニール・シュトラウスは、ローリングストーンの記事でこの報酬分配を非常に賢いと言い、その破壊的な可能性の所感を繰り返した。専門家の中には、ビットコインやエーテルを使用するときに、スティームが独自のトークンを用いることの必要性について疑問を持つ者もいる。また、スティームは、ポンジスキームであり、新規ユーザーがいなくなるまで、 デジタル通貨が成長し続け、急速に崩壊すると述べている。ありがとうございます。